核軍縮などについて議論する広島ラウンドテーブルは今日2日間の会議を終え、ロシアによるウクライナ侵攻が核抑止力への期待感を高めてしまったことに強い懸念を表明し、閉会しました。広島ラウンドテーブルは湯崎知事など日本やアメリカなど5カ国から18人が参加し、今日まで2日間の日程で非公開で行われました。今日発表された議長声明は、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で核兵器の脅威を核兵器によって抑え込む核抑止力への期待感が高まったことに強い懸念を示しました。また、すべての核保有国に対し核兵器の先制不使用を求めるとともに、台湾の主権をめぐる問題を例に挙げ、特にアメリカと中国は核による対立を避けるべきと言及しています。議長声明は、来月1日からアメリカ・ニューヨークで開かれる NPT 核拡散防止条約再検討会議に先立ち、191の締約国に送られます。